ロシアファシスト党、またはハンドシアファシスト党は、1931年から1945年の間に存在した、白系ロシア人によるファシズムの政党。満州国のロシア移民局のメンバー前列左から二人目が、ロジャエフスキー。ハルピン特務機関で活動していた秋草ンも、出席している。もともと、満州は、ロシア帝国の勢力圏であり、 拠点としてファルビンは開発され、ユダヤ人が多く集まり一部は成功した。しかし、ロシア革命後逃れてきた、白軍関係者などが大量に流入してきた。白系ロシア人の青年層は、失業率が高く、ユダヤ人コミュニティを目の敵にし複数のファシスト集団を結成した。百三十一年には、コンスタンチン・ロジャイフスキーがこれらを統合した、ロシアファシスト等を、 ハルビンで結成する。満州国建国後、当局に協力しソ連打倒を目指した。反ユダヤ感情を高め党員たちは、身代金目的のユダヤ人の誘拐事件を繰り返し、特に、ホテル経営者の息子のピアニストシモン・カスペイの誘拐殺人事件は、被害者がフランス国籍だったこともあって、国際的に非難された。 政府は問題視していたが陸軍は黙認していたもののユダヤ人コミュニティが積極的に日本に協力し出したため次第に規制されるようになる関東軍の庇護の下で極東各地で党活動をしていたが1934年アメリカやヨーロッパアジア各地で活動していたアナスタシー、フォンシアツキーのロシア民族労働党と合同したその後路線の相違から 1935年フォンシアツキーは、反ロシア革命国民党を結成して離脱し、ロシアファシスト党は、ロジャエフスキーの下で活動を続けたが選挙区が、日本の不利になるにつれ力を失っていく。1945年、ソ連軍の満州国侵攻により消滅し、指導者のロジャエフスキーは、翌1946年に処刑された。 1934年3月時点で、すでに東京に支部があり、メンバーは200人ほどであったとされる。党は、ロシア国民を目覚めさせ、ファイの団結を導く、大制度更新局の調子で行われる、党化を持っていた。ありがとうございます。